本当絶妙なカラーですね。こちらのバッグなんと1万円台。本当に高見えで編集部内でもざわついたおしゃれな方注目してるブランドですよね、はい、こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回は予算3万円前後のちょうどいいバッグを集めてみました。程よくトレンド感もありつつデイリー使いにぴったりな知る人ぞ知るバッグをたくさん集めたので最後までぜひご覧ください。まずはじめにご紹介するのは韓国発のブランドローソールのこちらのスクエアバッグです。以前も別のモデル紹介したことがあるんですけれども、ローソールって本当にミニマルで大人っぽい使いやすいバッグがたくさん揃っています。特にこちらはカオレザーを使用しているんですけれども、はい、2万円台から買えるということで大人のツボを抑えたすごく素敵なバッグだなと思います。本当に高見えで最初開けた時編集部内でもざわついた。そうなんですよ本当にもうリアルバイしますっていうスタッフもいるぐらい、はい、実物素敵ですよね、はい、で革の質感もツヤがあるんですけれどもテカテカっていう感じじゃない、本当上品なツヤ感なのでカジュアルにも合わせやすいですし、ちょっと綺麗めなお洋服にも合わせても違和感がない、本当に高見えするバッグだなと思います。作りなんですがこちらがジップでかなり下の方まで開く仕様になっています。珍しいですね。なのでこう開けた時にこのガバッとかこれだけ開けても中身が落ちちゃうとかはなさそうな作りですね。そうですね、しっかりここで受け止めてくれるので、うん、開けた瞬間にボロっていうことはないかなと思います。中も裏地があってちょっとスウェードっぽいようなファブリックになっています。ポケットが2つついていてジップ付きのポケットと今日はオープンポケットがついていてミニバッグながらしっかりと整理整頓して入れられるような作りになっています。で取り外し可能なショルダーストラップがついています。両側で長さが調整できまして片方3つずつ穴がついていて調整ができるようになっています。収納力をチェックしていきます。収納力なんですがミニバッグながらマチが結構あるのとガバッと大きく開く仕様なのですごく整理整頓して入れやすい、物の確認がしやすいといった特徴があります。 350ml のペットボトルは縦にしても横にしても入れることができるんですが 500ml ですと縦だとちょっと厳しくて横にするとちょっと横幅が足りないのでサイズ感の参考まで見ていただければと思います。長財布なんですがこのプリーツ部分ですかね、ここの手前に入れることは入れられるんですけれどもかなり窮屈なのでこのバッグ使うときはミニ財布の方を使うのをおすすめします。実際に持ってみました。本当にサイズ感がちょうどよくてどんなコーデにも合わせやすそうだなと思います。ハンドル部分なんですけれども気持ち短めの作りかなと思います。手で持つとこんな感じで、今厚手のニット着てますが厚手のニットでも持っていただけます。ただダウンとかと合わせるのは難しそうだなと思います。ショルダーストラップを使っていきます。今それぞれサイドの部分を一番短い状態にしているんですけれどもこちらで、ちょうどいいか少し長めの印象です。なので低身長の方は少し長めに感じるかもしれないです。斜め掛けにするとすごいちょうど良い長さかなと思います。続いてご紹介するのはロリステッラというイタリアのブランドのバッグになります、はい、ロリステッラはメイドインイタリーにかなりこだわっているんですけれども、はい、こちらのバッグは2万円台からゲットできて比較的お手頃に手の届きやすいバッグが豊富に取り揃ったブランドとなっています。でこちらのバッグも本当に実用的で小さすぎず大きすぎずちょうどいいサイズ感で見た目も脂肪感があるレザーになっていまして、上品に見えるかなと思います。本当に色使いがロリステッラって綺麗だなと思うんですけど、これでもココアブラウンちょっとまろやかな色味で女性らしいスタイルとか合いそうですね。そうですね、なんか本当絶妙なカラーですね、ニュアンスカラーが素敵です、作りを見ていきます。ジッパーも結構スムーズに開けられます、で中はこんな感じです。こちら側にジッパータイプのポケットが1つとこちら側のオープンポケットなんですけれども2つに仕切りが分かれていて片側はかなり狭めになっています。なので多分リップとかですかねサッと入れられるのも使いやすそうだなと思います。底鋲もしっかりとついています。ショルダーストラップなんですけれども取り外しが可能なタイプとなっていまして5段階で調節が可能です。革が柔らかいのと結構太めなので肩で持っても疲れにくそうだなという印象です。収納力を見ていきます。
このバッグ見た目はかなり小ぶりなんですけれども、うん、幅があるので想像以上にめちゃくちゃいっぱい入りました、うん、長財布と 500ml のペットボトルも一緒に入れられますし、化粧品もメイクポーチに入れた状態で入れられたり、必要最低限プラスアルファのものが入るのでかなり大容量なんじゃないかなと思います。で、350ml のペットボトルであればこのように立てた状態でも入れることができます。実際に持ってみました。形がコロンとしててかっちりしすぎてないんですけれども、きちんと感もあって本当に絶妙なバッグだなと思います。結構軽いです。ハンドルの部分を使って手で持ってみます。こちらもやや短めの作りになっていますが、手で持つと余裕ですし肘にも問題なくかけていただけます。こちらも同じようにダウンなどで持つのは少し難しいかもしれないです。ショルダーストラップを今真ん中の長さにしていますが、このぐらいで私ぐらいの身長でしたらちょうどいいんじゃないかなと思います。斜め掛けで持ってもちょうどいいぐらいの長さなんじゃないかなと思います。続いて紹介するのは韓国ブランドのトゥティエのバッグです。トゥティエ今おしゃれな方注目してるブランドですよね、はい、私もどうしても欲しくて、はい、ずっと迷ってます。そうなんですよね、はい、いろんな SNS とかでトゥティエのバッグ、はい、本当に毎日のように私見るんですけど、わかります。やっぱり可愛いなと思って今回取り寄せてみました、はい、あと実物やっぱり可愛いですね。可愛いですね、はい、本当とても2万円台には見えない、うん、こちらも高見えなデザインだなと思います、はい、素材が持ち手がレザーを使用して、うんおります。レザーがぐるっと一周あしらわれていて、うん、カジュアルなバッグなんですけれども、ちょっと大人っぽさとかきれいめな要素も加わっているバッグです。で、形がすごく可愛いんですよね、うん、直線が確かにすごく綺麗でかっちりしすぎないので、うん、いろんなコーデに馴染んでくれそうだなと思います、はい、で、作りなんですが中がシンプルな作りになっています。見た目以上にこうマチがあって大きく開くので収納力もありそうですし、このデザインだと PC 持ち歩かない方の通勤バッグとかちょっとフォーマルなシーンでも使えそうかなと思います。中はポケットが1つついております。ハンドルの長さなんですけれども両側で2段階ずつ変えられるので、もう少し短くしてハンドバッグとして持ったり、長くしてショルダーとして使ったりとか、いろんな持ち方ができるバッグになっています。収納力をチェックします。収納力なんですが 500ml のペットボトルや長財布を入れることができました。あとはちょっと大きめのタオルとかメガネケースとか、ちょっと荷物としてかさばるようなものもしっかりときれいに入れることができました。先ほどもご紹介したんですが、通勤バッグとかちょっと荷物が多い日とかのバッグとしてすごくぴったりだと思います。こちら 500ml のペットボトルなんですが、縦にして入れることもできます。ただ形的にどうしても横に入れるか、ちょっと斜めにして入れる形になるかなと思います。実際に持ってみました。このレザーになっている部分のハンドルがかなりしっかりめの作りだなと思います。このサイドのベルトの部分もポイントになるんじゃないかなと思います。このハンドル部分を一番長くしているんですけれども、手で持つとこんな感じです。肘で持つこともできますし、肩で持っていただいても可愛いかなと思います。短くして持つのも可愛いかなと思います。手で持つとこんな感じで、肘で持つとこんな感じです。短くしても全然余裕で肘にかけていただけるかなと思います。短い長さでもなんとか肩掛けすることもできます。肩掛けするのは厚手のニットぐらいが限界かなと思います。でトゥティエなんですけれども、本当にバッグの種類が豊富で、うん、もう1種類こちらも可愛かったので取り寄せてみました、はい、このバッグすごい面白くて、うん、バッグの表と後ろがそれぞれ開くような作りになっていて、ちょっとアコーディオンっぽいというか、はい、形がおしゃれで、まさにこのバッグ欲しいなと思ってずっと見ています、うん、作りを見ていきます。まず表側なんですけれども、スナップボタンで開けるとこんな感じです。中がピンクになっているのが結構斬新だなと思います、うん、かわいい。オープンポケットが1つこちらについています。で、後ろ側なんですけれども、こちらはポケットなどは特についていない作りとなっています。シンプルなんですけれども、この表と後ろに分けて入れられることで物も整理して入れやすいのもいいポイントかなと思います。特に底鋲などついていないんですけれども、しっかり自立してくれます。で、ショルダーストラップは特に取り外しなどはできない作りとなっていまして、7段階と細かく調整することができます。では収納力を見ていきます。
収納力としては必要最低限のものが入るかなというぐらいのサイズ感ではあります。ただ後ろと前で荷物を分けて入れられるので、先ほども言ったように整理整頓がしやすいなと思います。でもう少し荷物入れたいよっていう方は一回り大きいサイズもあるので、そちらを選んでいただくとかなり収納力もアップするかなと思います。実際に持ってみました。このバッグは肩でかけていただくか斜め掛けにして持っていただくかの 2way になるかなと思います。持った時にこのアコーディオンっぽくなっているところが正面に来るのもデザイン性があって素敵だなと思います。今ショルダーストラップを真ん中の長さにしていてちょうどいい長さです。斜め掛けにすると、少し短めなんですけれども、このぐらいの長さで持つのが私的には可愛いんじゃないかなと思うのでちょうどいいかなと思います。続いてご紹介するのはフォルニュアというブランドのこちらのオーバルバッグです。編集部内でも愛用者がいるほどすごく人気のあるブランドになってます。素材がカウレザーを使用しております。3万円台で買えるんですけれども、本当にレザーの質感が綺麗だなと思います。で見てもらえると分かると思うんですけど、すごく柔らかい素材になっていて、質感もしっとりとしていてすごく上品なルックスです。なんか方々バッグの中では結構曲線がしっかり出ているというか、縦に少し長めそうですね、容量も結構多いんじゃないかなと思います、そうですね、この曲線が綺麗でカッチリしすぎてないのでこなれ感が出るバッグかなと思います。作りなんですけれども、ジッパーで開けると中がこんな感じに、革がすごく柔らかいので方々バッグって中が見えづらい場合が多いんですけど、こちらは中身がしっかり確認しやすいです。あとはポケットが一つついていて、こんな感じでオープンポケットがついています。ストラップがついています。特に取り外しはできないんですけれども、両側に調整する部分がついていて、片側6つの穴、もう片方側には6つついているので自由自在に長さが変えられますので、今ちょっと長くした状態ですけれども、この状態だとショルダーバッグとして使ったり、あとはクロスボディにすることもできます。短くしていただくとハンドバッグとしても使うことができます。収納力をチェックします。先ほどもご紹介した通り、こちらのバッグ方々タイプにはなるんですけれども、革がすごく柔らかいこともあってたくさん物が入れやすいです、ただ元々の街がそこまで広いわけではないので、あまり物を入れすぎるとちょっと型崩れがしやすいかなと思うので、ちょっと型崩れに気をつけながら収納していくといいと思います。ただ 500ml のペットボトルは余裕で入りますし、横に入れるのはもちろんこんな感じで斜めにして入れることもできるので、夏場とか飲み物持ち歩きたいという方にもぴったりだと思います。ちなみに長財布ですが、こちらも横幅本当にぴったりで収納することができます。実際に持ってみました。今ストラップの長さ一番長くしています。この状態で肩にかけると私の身長だと少し長めに感じます。なので身長高い方から低い方まで、どんな身長の方にもベストな長さで使っていただくことができると思います。斜め掛けにするとこんな感じです。ちょっとルーズな感じで持つのも可愛いんじゃないかなと思います。今一番短くしてみました。かなりバッグの印象違うんじゃないかなと思います。この状態だと手で持っても引きずらないですし、肘にかけることもできます。肩にかけても割と余裕があります。続いてはこちらも韓国のブランドなんですけれども、ミュニエというブランドのバッグになります、このクシュッとしたデザインと持ち手が可愛いおしゃれなバッグとなっています、素材はフェイクレザーなんですけれども、程よくマットな感じで全然安っぽく見えない、そうですね、色味もちょっとくすんだような落ち着いたトーンなので高見えしますね、でかなり軽いです、こちらのバッグなんと1万円台なんですけれども、とても本当1万円台には見えないかなと思います、持ち手の長さも本当に絶妙な長さでして、手持ちでそのまま持ってもいいですし、肩掛けにもできるぐらいの長さとなっています。で中の作りなんですけれども、スナップボタンを開けると中はこんな感じです。質感が柔らかいのでかなりガバッと開きます。なので荷物の出し入れとかもしやすいかなと思います。で深めのオープンポケットが一つついています。こちらも底鋲など特についていないんですけれども、自立してくれるバッグとなっています。では収納力を見ていきます。こんな感じで 500ml のペットボトルも長財布も入れられるので、収納力結構優秀なんじゃないかなと思います。元のバッグ自体がかなり軽いので、たくさん入れてもそこまで重さを感じることもないのかなと思いました。で 350ml のペットボトルであれば立てた状態でも入れることができます。実際に持ってみました。こちらのバッグ非常に軽いのが特徴なので、手持ちにした時もすごく楽に持てそうだなと思います。肘にかけても長すぎず短すぎず、肩にかけ
けることもできます。このハンドルの長さが本当に絶妙な長さなので3ウェイで持つことができて便利だと思います。ということで今回は予算3万円前後のちょうどいいバッグをご紹介しました。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。